日韓ドリームプレイヤーズゲーム、日本、韓国、22日、エスコンフィールド元日本ハムでタレントの杉谷健志氏、33、が、エスコンの空から降ってきた。パラグライダーで上空を待った杉谷氏が、上空から屋根の空いた球場内へ、勢いよくグラウンドの一塁ベース付近に、着陸、した。 開会宣言を任されていたお祭り男は、恐怖のあまり声を震わせながら、立てない。と顔面蒼白、蒼白、させながらも、日韓ドリームプレイヤーズゲーム、スタートです。と開会宣言の任務を全うした。SNS では、空から降りてきた、ぶっ飛んでんだろこのエンタメ球場。心情もびっくり、空から剣士。 などの投稿が相次いだ。試合後にはサプライズで特別賞を受賞。金一風を受け取った。最初は怖かったんですけど、無事着地できてほっとしました。風も強かったんですけど、プレイボールさせていただくというとことで、本当に嬉しい思いでした。つい季節になってきました。またプロ野球、韓国野球一緒になって応援していきましょう。 をと叫びエスコンフィールドを盛り上げた。